どうも。今日はお昼にお仕事が一個あって、それが終わったらもう今日はもう終わりだったから、終わってからちょっと外の空気っていうか、結構もうお仕事以外最近もうお家にこもるっていうことが多くて、あんまり良くないなと思って。だからもうお目当てのものなくてもいいから、ちょっと最近何のお洋服が流行ってるとか、そう何でもいいからお店とかに行って、そういう世の中の動きに触れようと思って それでちょっと回ってきたんだけど、そしたらいい気分転換にもなったし。触れました？触れた。確かにそうだね。ほぼもうオフって感じだったのかな。もデートの日の前はシルクファッションショーのために、なんかこういうアイテムが欲しいっていう自分の中でそういうものがあって、それを探しにお店とか行ってみたんだけど、でもそれに固執しちゃって、ああいうアイテムが欲しい、これが欲しいと思って行っちゃったから、なんかあんまり自分の好みのものとかも見ずに帰ってきちゃった。まあ、その日は結局何にもアイテム買わないで帰ってきちゃったんだけど、でも今日は自由にこうまっさらな気持ちで こう回ってきたから、今日はすごい楽しかった そうだね。そして今日はもう結果的にいい自分がもうビビビッときたものをね、もう今日すごかったんだから、マスクの中で独り言が、もう「めっちゃ可愛い、どうしよう」ってずっと一人でね、喋りながらつぶやきながらお店で、すごかったんだよもう今日。買う？どうする？みたいな、もうずっと一人で実況してて、結局購入したんですけれど もうそのくらいテンションが上がるくらい自分の好みの可愛いねスカートを見つけちゃって、新作の方で一つ可愛いのもあったし、冬のやつで 可愛いのもあって、すごい自分好みのやつがあって。から早くどっかで着たいなーってすごい思ってるの。でもね、スカートだからね、オンライン話し会とかできても全然みんなに見せびらかすことができないんですよ。なんかいつも私ボトムスばっかり買っちゃうから、こっちが間に合わないんですよね、全然。ブラウスとかさ。本当に本当の本気で自分が大好きなお気に入りのやつあんまりね、共有したくないのよ。あんま載せたくないのよ。なんか自分だけのものにしておきたいっていうか、だってすぐさ、もう知れ渡っちゃうじゃん。なんかそ
とか自分の中で、自分の世界の中で本当に大事な日に着ていたいっていうか、あんまりこう今日はこれ着てたんだっていうテンションであんまり見せたくないなと思っちゃうの。だからちょっとチラッて見せるんだったらいいんだけど、ずっとなどこか残る場所でそういう写真をね置いとくのがね、そうあんまり。っていう服が重なってしまう。でも私のが好きなところは絶対見つけられないと思う。こだわり。そう、ただいいの見つけたんだっていう自慢はみんなにしたいっていう嫌なやつ。今日の洋服カチューシャ、これはヘアバンドです。結構昔から持ってるヘアバンド。今日の前髪決まってる？全然決まってない、すごい適当。そうなの、最近ヘアもともと好きなんだけど、ヘアバンドね、そうだね、ブーム来てるね自分の中で。楽っていうのもあるんだけど、柄付きのだと結構余計にこう華やかになるっていうか、私ペシャンってしちゃうんだよね髪の毛がさ。だからこういうのつけるとここで少しこう盛り上がってね、ふんわりしてくれるから、それがねあんま自分でセットしなくて、難しいセットしなくてもなんかね好きなシルエットにいつも思うんだけど、絶対この話あんまりみんな興味ないよね。そう、まあとにかくあのいろいろな面において便利だし、あのとても良いので好きっていう話です。家の中でも結構つけてるよ。たくさん持ってるの意外とそんなに持ってないかも。3つ4つ、ね、これもやっぱりこだわりがあって、あんまりとっても安いものとかになっちゃうとなんか柄もそんなにね、えなんか悪く言うとちょっとチャッチーっていうか、うん、柄があんまりね好きなものがなかったり。でも極端すごくわーすごくいいなと思うと、このヘアバンドでもめちゃめちゃ高かったりするから、本当に好きだなと思ったものをほんとたまに新しいのをゲットするってぐらい。高いの意外と今日もいいなと思ったんだけど、このヘアバンドでめちゃめちゃ高くてびっくりしちゃった。アイアンバインのやつがねなかなか見つけられないんだよね。もっと高い、今日いいなって思ったやつはもっと高かった。うん、違うんです、こういうのは自分で見つけるのがいいんですよ。自分でいいなと思ったものをこういろいろ考えながら買うのがいいの。ヨッシーいます。ヨッシーは今ベッドにいます。
やっぱり一人で行くの、はい、絶対的に。ポッチャマいないかな。ポッチャマより一つ前の世代が好きなんだよね私。キモリとアチャモと水五郎世代、まあ、ルビサファですね。そこが一番好きなのよ。寝るとき着るの、あ、ヨシ、ヨシちゃんのぬいぐるみのこと。私が買ったスカート色だけ教えて。一つはカーキ系のやつで、もう一つはベージュ、白とベージュが混ざった感じのやつをね買った。なんかエレガントですごい素敵な感じのやつ。ブランド？ブランドは秘密でーす秘密。明日楽しみ。そうですね、明日ね、ドボンだね。私もこの配信終わってお風呂入りながらね、復習しつつ予習しつつ明日のライブに挑みたいと思います。よく考えたらミラノの MC ってヌルヌル。そうですよ、ナナさんと。もう今年に入ってからナナさんがねお隣にいらっしゃるので、今までさ、放送後にユイハンさんと一緒に動画とか、ユイハンさんに私が何か聞くっていうのやってたんだけど、今度からはね、関根さんとねそう、なんかいろいろ分かんないことがあったら関根さんに聞くとか、そういう感じに、そうなっていくから、すごい楽しみ。お父さんね、ほんと優しくて大好き。なーちゃんと同じ衣装で出ることとかあるかな。なんかね、そこがどうなるのか分かんない。今のところはなんか別々、今のところ撮ってあるやつはねかぶってない。今度かぶるかな、どうだろう。このね、ウェブとかに出すあのファミリーで撮るこう宣材の写真とか、その写真をまだ撮ってないので、その時は一緒になるのかな。女性らしい顔だね。ん？今までちょっと近かった感じ？女性らしい顔だねとは。
特にってことかな。明日髪型どうしようかな。リップはいつも、ん？熱？今日は透明のやつを塗ってます。日立公園あるといいな。もう私そんなにこうあの曲やりたいみたいなのも結構やっちゃってしまってて、ってどういう日本やるってなったら何がいいですか。私に任せっきりにすると結構曲調がね偏っちゃうから。結構私はもう歌詞があって、あ、こんなこと言ったらあの先生に怒られてしまうかもしれませんけど、結構もうメロディーとかあの曲調が好きでこれにしたって選ぶのが多いから。空腹で恋愛するのとか好きなんだけどさ、歌詞が好きとか言っちゃうとさちょっと誤解が生まれるじゃない。ちょっとそう、曲で選んでる、メロディーで。そうそうそう、語弊がねあるからね。先生今頃泣いてる。そんなことで泣くようなお方じゃないと思います。大丈夫です。ちょうだいダーリンはやりたいな。この涙を君す、あーいいと思う。私もそれ好きだ。君もエイトで泣こうじゃないか公演でやってたよね、それって涙だから。そうだよね、いつも自分の出番じゃない時に裏でそれ聞いて勝手にハモって歌ってたの。うわー皮肉ダメだよそれ言っちゃうダメだよそれ、思ってても言っちゃダメ。あんまりバラード選ぶことないんだよな私。一回だけ入った泣こうじゃないか公演、白いシャツ、え、白いシャツ知らないや。前に服ってきた。オッシャンドダイブ知ってる。だって茨城公園でも行ったもん。いいよね。完全にメロディーがアゲアゲだ、いいなって感じで選びました。あーいいかも。アイドルはうーにゃんにゃんの件いいよね。それも好き、それは好き。ナットエンジェル言われた、ナットエンジェル入れた方がいいねって言われて、あーまあそうですねって感じになって、でも私は全力でもう私は大丈夫ですって言っちゃった本当にもう大丈夫かなと思って。
やっぱりって言われてる。クロスが似合う、やったことないかな、意外とやったことないかも。最近少しずつ曲を教えてもらってる。じゃあ最近好きになったってこと、グループを。じゃあ楽しいね、これから。だってさ、メンバーの私だってさ、全然こんな曲があるって初めて知るようなのも多いんだから、これからいろんな曲、うわこんな曲もあったのかっていうのがこれからずっと続くってことでしょ。楽しいと思うよ。すごい、エイトルズが見たい。すごいね、エイトルズなんて何年ぶりに聞きましたかね。すごい、エイトルズってファンいるんだ。エイトルズやりましたね。あ、埼玉がさ、あ、そっか、やってたか、ちょいちょいやってたのかな。みんな八王子って行ったことある？どれぐらい時間かかるんだろう行くのに。遠そうだなっていうイメージが、この間地図見たら。じゃあ、東京駅からって考えよう。東京駅から八王子に行くってなったら電車で何分ぐらいかかるの？意外と近い。あ、そうなの？1時間か。おお、1時間ぐらいか。でも1時間かと思ったけど、電車で1時間だったらちょっと遠いね。やっぱり参考になった。自分でも調べられたよね絶対。では何の曲やるのかな、頑張ろうと終わったら。上野が良かったな。上野ってそういう何かできる会場あるんですか？私が知らないだけだか。へえ、動物園。あ、上野の公園のところにあるの？動物園？ん？なんかあるらしい。浅草、あ、なんか浅草劇場ありそうってイメージ。噴水広場、あー確かに噴水広場、私噴水広場行ったことあるよ。え、あそこすごくない？
噴水があるところ、こんな壮大な噴水のねあれがあるなんてと思って感動して写真撮った。写真撮った、うん撮った。行った時に写真撮って、自分が噴水撮った写真のちょっと端っこにちっちゃいね、子供がね写って、 2,3 歳くらいの男の子が写って、で家族連れで来てたからすごいいい写真だったかな。みんな後ろ姿だったからお顔写ってないからと思って、なんか私何かに使った気がするんだけど、なんかすごいいい味出てて、これお母さんにこの写真あげようかなと思ったけど、いきなり話しかけたらやっぱ返信かと思って、すごい5分ぐらいすごい自分の中で葛藤したんだけど、結局やっぱ諦めてやめた。いやそうそうなのよ、めっちゃ難しいなと思って、エアドルとかで送ればいいのかなと、いや別にこんな感じのだったら別にいらないかなとか、いきなりこんな私が声かけたらキモいよなと思って諦めちゃった。無言でエアドロップだって分かんないじゃん。でも携帯開いててもあの方が使ってる携帯は何の名前でね登録してるかって分かんないから、結構日々そういう葛藤がいろいろあります。電車乗ってるとたまに知らない人からエアドロで写真が送る、なんかあるっぽいよねそういうのね。私は一回もないよ多分今までで。あったかな、あっても記憶に残らないものだったのかな。あったら絶対みんなに話しちゃうと思うんだよね。でもなかった気がする。ショールームでちゃんとおしゃれしてるわ。りんちゃんプロで素敵です。いやすっごい言ってくれる、褒めてくれるこんなんで褒められた、イエーイでもいい感じ。あ、そう？ワンピースじゃない、下はレオパード柄のスカート履いてる。すごい迷うの明日。私服で私服？普通の紅葉おしゃれな洋服を着てってレッスン着を持っていくか、もうレッスン着で行って荷物減らすか。レッスン着も自分で好きなものを選んで、もちろん可愛いの選んでさ買ってはいるんだけどさ、なんかちゃんとオンとオフをさでできるようにさ、ちゃんと一回パキッとしたちゃんとお洋服着た方がいいのかなとか。でも荷物増えるのすっごく嫌だなって思っちゃうんだよね。レッスン着で
でいい、違うな、そういうんじゃないの。もまあやっぱ荷物減らすためにもね、出過ぎかな。いやいや、電車にしろ車にしろ、まあ移動はするじゃない。移動はもちろんなんだってするし、荷物自分で持つに決まってるじゃない。どうしよっかな。すごい、私のマネージャーがたくさん現れた。マネージャーたくさん、すごい。八王子で遊ぶ、明日は遊ぶ時間ないと思います。本当にもうコンサートのライブのためにって感じ。八王子は何が、なんか遊べたりするところ何があるんだろう。コンサートは何時間？これもネタバレになるのか？なるのか？サンリオピューロ、本当？そうだっけ？サンリオピューロランドって八王子だっけ？あれ？行ったよね去年。あれあれ八王子だったんだ。そうなんだ。うわ、嘘つかれた、嘘つかれた。違ってよ、間違った情報を提供された。違ってよ。4列目にレスください。あ、そっか、もうみんな席分かってるんだもんね。どうしようかな、4列目か、どうしようかな。なんかすごい八王子、すごいなんか言われてない？大丈夫？八王子に住んでる人大丈夫？抵抗し、なんかしなくて、反発しなくて大丈夫？なんかすごい言われてるよ。そんな言われるがままでいいの？ちょっと自分が住んでるところのいいところは全面に、いいよ、私へのコメントじゃなくて全然やり合ってもらって。ちゃんと主張した方がいい。こんな素晴らしいところなんだって。すっごいディスってる人いたよ今。お、こっちにも喧嘩ってくんのか。もしかしたらいい勝負かもしんないよ、私の地元と。やるか、やんのか、やるか。まあそこは一緒に、一緒にね。いい勝負。おお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 、あ、なんかみんな八王子に加勢してる。私が大使だからってすごいみんなそっちに肩入れ始めた。
負けんぞ。こちとら大使やぞ。負けないぞ。さあ、私のコメント欄も治安が悪くなってきました。治安が悪くなってまいりました。逃げよう。退散するか。逃げるか。10時で終わり。何時だ。おお、なんともう58分です。卑怯者。そんななわけ。そう、明日の準備をね。え、そうなの？ツーショット撮影当選しますように。そういうのがあるんだ。お、頑張れみんな。みんな虎のキーホルダーは買ったかな？ゲットしましたか？虎のキーホルダーは。私はなんか虎の虎年じゃない人も虎のなんかグッズを持っているとすごい運気が上がるらしいですよ。なんかこの間の相撲で出ないっていうか紹介したんだけど、売ってるってよりかは体験。そうそうそう、ワークショップみたいなもので色塗り体験してそれを持ち帰られるみたいなやつ。てかなんか寅年だからとかじゃなくて、今年はなんか寅年、もちろん寅年の人も運いいみたいなんだけど、なんかそういうなんかダメだ、もう忘れちゃった台本に書いてあったやつ。とにかく寅年じゃない人でも寅のものを持ってると運気が上がるぐらい、今年はこのうわーって長い年月の中でそういう年らしいよ、ざっくり言うと。すんごいざっくり言うと。本当ですか？本当本当本当。で、この間のスモワールド進行台本に書いてあったの。書いてあったんだよ。でも漢字がいっぱいでちょっと忘れちゃった。はい、私が言いました。じゃあ明日楽しみにしててね。個人的には久しぶりにやる曲とか初めてやる曲もうん、ただ私はね、個人的にね、エイトのライブにしか行ってないっていう人にとっては、あ、これ初めて生で見るかもっていうのもあるかもしれないね。ね。そんな感じです。すごいね、アゲアゲ、楽しい曲。うん、結構
インセットリストをだーって見て思ったのは、結構可愛いとかあげあげって感じの曲が多いなっていうのは思った。私はそのセットリストを見て、手あげー手あげー、あそんな感じ、うんうんうん、じゃあバイ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 、お風呂入ります。じゃあ明日会える方は明日会いましょう。唐突に終わりが来る。バイバーイ。休み。